広報へ集まった令和2年6月1日発行第854号発行八街市編集総務部秘書広報課発行日毎月1日15日郵便番号289-1192千葉県八街市八街保35番地29電話043-443-1111ファックス043-444-0815ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/提供八街市役所制作八街市朗読グループやまびこ協力八街市社会福祉協議会皆さんこんにちは。いよいよ6月、梅雨の季節が間近になりました。コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除され、しかしまだまだ油断なく過ごしていきたいと思います。それでは主な内容をご紹介いたします。令和2年度子育て所帯への臨時特別給付金を支給します。自治会に加入しましょう。みんなの広場、こんにちは、保健センターです。以上でございます。人口の動き、5月1日現在、人口 68,905 人、前月比マイナス264人、男 35,236 人、女 33,669 人、所帯数 31,845 所帯。令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、子育て世帯に関しては児童手当本則給付を受給する世帯に対し、その対象児童1人当たり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給することされました。八街市においても支給対象の皆さんに子育て世帯への臨時特別給付金の支給を行います。支給対象者、令和2年4月分の児童手当本則給付の受給者、特例給付、児童手当の所得制限以上の方に児童一人当たり月額5000円を支給されているものを受給されている方は対象となりません。対象児童、令和2年4月分の児童手当の対象となる児童、3月分の対象となる児童を含む、令和2年3月まで中学生だった児童、新高校1年生で、同年3月分の児童手当の支給対象となっている児童、対象児童の生年月日、平成16年4月2日から令和2年3月31日、給付額、対象児童1人につき1万円。給付の方法、申請は不要ですが、児童手当受給者の方に
制度のお知らせなどを6月下旬に送付します。児童手当を受給している口座に6月29日月曜に振り込みします。引っ越した場合の給付金の振り込みについて、令和2年3月31日基準日時点の居住市町村特別区含むから支給しますので、4月1日以降転入された方は転出元の市町村にお問い合わせください。新高校1年生は令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。例外市外により児童と避難している方、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者、DV 加害者が受けている場合についても、給付金を支給できる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。公務員の方は、所属庁に支給対象者であることの証明を受けた上で、本人が居住市町村に申請してください。振込詐欺、個人事業の詐欺にご注意ください。自宅や職場などに子育て支援課から問い合わせやを行うことがありますが、ATM、現金自動支払い機の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきたら、すぐに子育て支援課、または最寄りの警察にご連絡ください。問い合わせ、子育て支援課、電話443-1693。八街市子育て支援課から、子育て世帯、支給対象者世帯へ、給付金の案内チラシ、希望しないなどの申し出書を送付します。希望しない場合などのみ、申し込み書を返送してください。児童手当登録銀行口座などへ振り込みます。児童手当現況届はお早めに。児童手当を受給中の方は、児童手当現況届を提出する必要があります。提出されないと、6月分以降の児童手当が受けられなくなります。受給中の方には、6月1日月曜までに現況届を郵送します。届いていない場合は、子育て支援課までご連絡ください。提出期間、6月1日月曜から30日火曜、土曜日曜日を除く。提出場所、子育て支援課。お持ちいただくもの、受給者が社会保険に加入している場合は、健康保険証、保険、被保険者証の写しをお持ちください。受給対象者、中学校3学年終了前まで、15歳到達後、最初の3月31日までの子供を看護している保護者のうち、主に子供の生計を維持している方、支給対象の子供は、国内住居が要件です。留学の場合は支給となることがあります。里親、児童養護施設などに入所している子供は、施設の設置者などが受給対象者です。看護要件を満たす方が複数いる場合は、子供と同居している方が受給対象者です。単身赴任の場合は、主に子供の生計を維持している方、公務員の方は職場にご確認ください。支給額、3歳未満、一律、月額15,000円。3歳以上、小学生、終了前、第1子、第2子、月額10,000円。3歳以上、小学校、終了前、第3子、月額15,000円。中学生、月額10,000円。所得制限があり、限度額以上の場合、児童1人につき月額5,000円です。支給月、6月期、
2月から5月分、10月期6月から9月分、令和3年2月期10月から令和3年1月分、問い合わせ子育て支援課、電話443-1693。お詫びと訂正、広報八街5月15日号1ページ、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の記事のうち、給付金に関する相談窓口の開始時間に誤りがありましたのでお詫びして訂正します。正しくは午前9時から、誤り午前8時30分から。これで1ページ目を終わります。2ページ、区自治会に加入しましょう。寄り添い、支え合い。区自治会は同じく地域に住む人々が協力し、より良い地域社会を作るために組織された任意の団体です。八街市には39の区があり、それぞれの地域で住民同士が親睦を深めながら住みやすい地域づくりを行っています。昨年の台風15号、19号、および10月25日の大雨の災害の際には、区自治会による避難所の開設や給水活動、倒木処理、携帯電話の充電などが行われ、区自治会を通じた住民同士の支え合いにより、地域の安全、安心な暮らしを守る取り組みが行われました。日頃から同じ地域に住む者同士、顔が見える関係性を築くことは、いざという時の支えになります。また、少子高齢化、人口減少が進む中で、子育てや高齢者の暮らしに関する課題に対して、地域で支え合い、対応していく大切さも問われています。区自治会に加入し、地域とのつながりを築き、安全、安心な暮らしを地域で作っていきませんか。区自治会の主な取り組み、区自治会では次のような住民同士による支え合いの活動や親睦を深める行事など、様々な取り組みが行われています。各取り組みについては行っていない区自治会があります。区自治会寄り添い支え合いを中心として、図式化されております。まず、防災活動、防災訓練の実施、自主防災組織の設立など、環境美化衛生、ゴミ収集場所の設置管理、地域の一斉清掃など、情報の発信、行政情報などの回覧、地域の開放など、集会施設の管理運営、コミュニティ、公民館の維持管理、イベント、行事の開催、夏祭り、収穫祭、餅つき大会、どんどん火など、福祉活動、見守り活動、高齢者サロン、子ども会など、防犯活動、防犯パトロール、見守り隊の活動など、区自治会に加入し、こうした取り組みを通じて交流を深めながら支え合って暮らしていきましょう。区自治会への加入を希望される方は、お住まいの地域の区自治会の役員へご相談ください。相談先が不明の場合は、市民共同推進課までお問い合わせください。各区の一図が載っております。問い合わせ、八街市区長会事務局市民共同推進課、電話312-1140。八街市総合計画2015後期基本計画を策定しました。市では総合計画2015基本構想で定められた将来都市像、人、町、緑が輝くヒューマンフィールド八街を実現するため、2020年度
令和2年度から2024年度、令和6年度までの5年間で展開すべき施策を具体的に取りまとめた後期基本計画を策定しました。計画書は市ホームページのほか、市役所公文書公開コーナー、図書館でご覧いただけます。問い合わせ、企画・制作課、電話 443-1114。マイナンバーカードでマイポイントが最大5000円分もらえます。マイナポイントとは、一定額を民間キャッシュレス決済事業者へ前払いなどした方に、国がマイナポイント最大5000円分を付与します。マイナポイントは選択したキャッシュレス決済サービスでのお買い物に利用できます。利用方法1、マイナンバーカードを申請して取得します。2、マイナポイントを予約します。マイキー ID の設定。3、7月からマイナポイントの申し込みを開催します。マイナンバーカードの申請はお早めに。マイナンバーカードは申請から交付まで通常でも1ヶ月程度かかります。マイナポイントの利用時期が近づくと交付申請が増加することで交付までさらに多くの時間を要することが見込まれることから申請はお早めにお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードが載っております。マイナンバー総合フリーダイヤル無料。電話 0120-95-0178。平日午前9時30分から午後8時。土曜日曜日祝日午前9時30分から午後5時30分。マイナポイントの利用に関する問い合わせ先。商工観光課、電話 443-1405。 マイナンバーカードに関する問い合わせ先、市民課、電話 443-1120。 この記事に関する問い合わせ先、企画政策課、電話 443-1114。 これで2ページ目を終わります。3ページ八街市の各区を紹介します。13、大関区。八街市には39の区があり、それぞれの地区でその地域ならではの歴史や文化があり、そこに暮らす住民同士による様々な自治活動が行われています。今月は大関区を紹介します。大関区は JR 八街駅から西へ、約 2km の位置にあり、南北約 2km、東西約 1.5km ほどの大きさで、区内を南北に通る県道鳴門止水線は、桜方面や山武東金方面への主要道として大きな役割を果たしています。大関区の歴史は、土井利勝が桜城主であった慶長14年、1609年から寛永10年、1633年の頃に、上勝田村、現在の桜市が南部の原野を開発し、大関新田ができ、後に大関新田村が誕生したのが始まりと言われています。さらに明治22年、1899年に町村制が施行され、八街村の大字、大関新田となり、同44年の町村制の改正で大関と改称されました。現在の大関区は、昭和の末頃から宅地開発が進んだ結果、およそ1000人が住む地域となり、7つの町内会と23の班で構成されています。地域活動としては、住民同士の親睦を図るため、7月に納涼大会を開催しており、子供を対象としたお菓子キャッチ、多くの挑戦者が参加するジュースの早飲み、
缶タワーゲームといった催しでは、会場が大いに盛り上がります。また、美化活動として例年、ゴミ拾いを行っているほか、災害に備えて防災訓練を実施しており、昨年度は救命担架の作成や三角巾を用いた応急手当体験、炊き出しを行いました。このほか、八街市ソフトボール協会が主催するソフトボール大会や、八街東地区社会福祉協議会が主催する敬老会などへは多くの住民が参加しており、他の地域の住民との交流も活発に行われています。問い合わせ、八街市区長会事務局市民共同推進課内、電話 312-1140、防災訓練における炊き出しの様子の写真が掲載されております。ノルディックウォーク教室の参加者募集。2本のポールを使って歩き、無理な負荷がなく全身運動ができるノルディックウォーク。運動不足解消、健康増進、体力向上のために参加してみませんか？日時、6月20日土曜、9月12日土曜、午前9時から11時、雨天中止。会場、スポーツプラザとその周辺。対象、原則市内在住、在勤、在学の方。定員、各15人、先着順。費用、無料。申し込み、スポーツ振興課に電話で申し込み。持ち物、ポール、手袋、帽子、飲み物、リュックサックなど。ポールの貸し出しも可能です。歩きやすい服、靴でご参加ください。荷物は各自で管理してください。新型コロナウイルス感染症の収束状況により中止となる場合があります。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 443-1465。 有害鳥獣の捕獲を実施しています。市では農作物に被害を与える有害鳥獣の捕獲を実施しています。この時期は近隣市町でも有害鳥獣捕獲を実施していますので、実施期間中の事故防止にご理解、ご協力をお願いします。天候不良などにより延期または中止する場合があります。実施期限、9月30日水曜。カラス類、ハシブト、カラス、ハシボソカラス。重点捕獲日時、6月10日水曜、17日水曜、7月8日水曜、15日水曜。日の出から午前8時30分。重点捕獲日以外も必要に応じて日の出から日没まで実施します。実施場所、市街地を除く八街市全域、特に米原、沖、夕日が丘、持ち草区周辺。捕獲方法、猟銃、捕獲従業者、桜猟友会15人。タヌキ、ハクビシン、アライグマ。実施日時、随時。実施場所、市街地を除く八街市全域。捕獲方法、箱縄。捕獲従事者、市役所職員。問い合わせ、農政課、電話 443-1402。 粗大ごみを個別に収集します。市ではごみ収集カレンダーに記載してある A、B、C、D の地区ごとに粗大ごみの個別収集を行っています。利用方法、1、クリーン推進課へ収集の予約をする。粗大ごみは3個まで。2、粗大ごみ処理券 A 券を粗大ごみ1個につき1枚550円購入する。3、粗大ごみ処理券を粗大ごみに貼り、自宅の駐車場など収集車が積み込みやすい場所に運んでおく。
重さ60キログラム以上、長さ2メートルを超えるものは収集できません。地区ごとの粗大ごみの収集日。A 地区、第1火曜日。B 地区、第2火曜日。C 地区、第3火曜日。D 地区、第4火曜日。収集日が祝日、振り替休日の場合は翌日となります。粗大ごみの予約期限は、収集日の8日前までです。予約期限が祝日、振り替休日の場合は、前日のクリーンセンター開場日となります。早めに予約をしてください。問い合わせ、クリーン推進課、電話 443-6937。粗大ごみ処理券 A 券550円、販売所一覧。八街市役所環境課、住所八街保 35-29、電話 443-1406。 クリーンセンター、持ち草500、電話 443-6937。 ランドマーク八街店、八街路 169-30、 電話 443-3344。イオン八街店、肘会301、電話 440-2311。 カインズホーム八街店、八街派 21-14、 電話 442-3888。 セブンイレブン八街下区店、下区 1334-1、 電話 445-1377。 霞八街朝日店、八街に 252-6、 電話 440-0171。 ランドローム東吉田店、東吉田 818-29、 電話 440-2511。 ミニストップ八街扇店、扇673-45、電話 442-6168。 東寺八街店、八街保 223-1、 電話 312-2626。 霞八街店、八街保 964-1、 電話 444-7251。ローソン八街山田台店、山田台 691-8、 電話 440-5885。 セブンイレブン八街滝台店、滝台 119-3、 電話 440-5211。 3ページを終わります。4ページ。高齢者の皆様が生き生きと毎日を過ごすために、自宅でできる簡単体操。新型コロナウイルス感染が再び感染拡大しないように、新しい生活様式を日常生活に取り入れている中で、自宅で過ごす時間が長くなり、動かない時間が増え、体や頭の働きが低下してしまう、フレイル、虚弱が進むことが心配されます。動かない時間を減らし、自宅でもできる運動で、なるべく体を動かしましょう。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 443-1207。 スクワット、お尻の筋肉をつける。安全のため、椅子やソファーの前で行います。1、椅子の前に立ち、両足を肩幅に広げ、少しつま先を外側に開きます。2、ゆっくりと膝を曲げ、お尻を引くように体を沈めます。
膝はつま先より前に出ないようにします。3、ゆっくりと元に戻ります。回数の目安、5回から6回程度。ポイント、お尻を軽く下ろすことから始め、膝は90度以上に曲げないようにします。かかと上げ、下肢の筋力をつける。椅子の背もたれなどにつかまり、両足を開いて立ちます。なるべく膝を伸ばしたまま、かかとをゆっくり上げます。かかとをゆっくり下ろします。回数の目安、10回程度。背中反らし、猫背を予防し、姿勢を整える。椅子に座り、両肘を曲げて、両腕を体の前に立てます。両腕を左右にゆっくり開き、胸を開くようなイメージ、肩甲骨を寄せて、10秒程度姿勢を保ち、ゆっくり元の姿勢に戻します。回数の目安、3回程度。回数の目安は、1回の運動で行う回数の目安です。ご自身の身体状況に合わせて、1日の実施する回数を調節してください。それぞれの体操のやり方が絵で表現されております。木造住宅の耐震診断。耐震改修工事補助金の受付開始。耐震診断補助事業。平成12年5月31日以前に、建築または工事着工された個人の木造住宅で耐震診断を行う方に補助金を交付します。受付件数10件、先着順。補助金額8万円上限、耐震診断に要する経費の3分の2以内で1000円未満切り捨て、耐震改修工事補助事業、平成12年5月31日以前に建築または工事着工された個人の木造住宅で耐震診断の結果が 1.0 未満、崩壊の恐れがあるであった住宅の耐震改修工事を行う方に補助金を交付します。受付件数10件、先着順。補助金額40万円上限、耐震改修工事費、設計費、工事管理費を補助対象。受付期間6月1日月曜から12月28日月曜、午前8時30分から午後5時、受付場所、都市計画課、ご本人が申請をしてください。申し込み方法、申請書に必要事項を記載の上、添付書類と一緒に都市計画課へ提出してください。申請書は都市計画課窓口で配布のほか、市ホームページからダウンロードできます。予算に達した時点で終了です。申請前に耐震診断、耐震改修を行われた方は申請できません。問い合わせ、都市計画課、電話 443-1430。危険ブロック塀等、除去し、補助金の受付開始。市内の道路に面して設置されている高さ 1.2 メートルを超えており、道路境界線から塀までの距離が塀の高さより短いブロック塀などの除去工事を行う方に対し、補助金を交付します。20件、先着順。補助金額10万円上限、
除去に要する経費の3分の2以内で1000円未満切り捨て。受付期間、6月1日月曜から12月28日月曜、午前8時30分から午後5時。受付場所、都市計画課、ご本人が申請をしてください。申し込み方法、申請書に必要事項を記載の上、添付書類と一緒に都市計画課へ提出してください。申請書は都市計画課窓口で配布のほか、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、都市計画課、電話 443-1430。 これで4ページを終わります。5ページ。6月は動物の正しい飼い方推進月間です。6月1日から30日は動物の正しい飼い方を普及・啓発し、動物による危害や被害を未然に防止するため、千葉県内で動物の正しい飼い方推進月間を実施します。動物を飼っている方は次の事項を守りましょう。動物を飼う前にきちんと確認。餌はきちんとあげられますか。飼っている周りをきれいに掃除できますか。病気になった時看病できますか。家の人全員で飼うことに賛成しましたか。一生きちんと面倒を見られますか。犬、猫を飼うときの決まり。犬は生まれて91日以上になると市役所に登録し、狂犬病予防注射を受けなければなりません。動物には飼い主がわかるように名札などをつけましょう。犬の首輪には観察と狂犬病予防注射済証をつけなければなりません。道路や公園などで犬を離してはいけません。猫は健康と安全のためにも家の中で飼うようにしましょう。犬や猫はトイレなどのしつけを行いましょう。不幸な命を増やさないために、犬や猫などは放っておくと次々に子供を産んでしまいます。増えすぎて困らないように不妊や去勢手術を受けましょう。動物を捨てると法律で罰せられます。人と動物の健康のために、動物の種類や大きさによってちょうど良い量の餌と水をあげましょう。病気になった時はきちんと看病してあげましょう。犬などの動物は檻に入れたままやつなぎっぱなしでは運動不足になってしまいます。散歩に連れて行ってあげましょう。動物の家とその周りはいつもきれいにしておきましょう。動物に触る前と後にはきちんと手を洗いましょう。やむを得ない理由によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。なお、犬、猫の引き取りは、千葉県動物愛護センターにご相談ください。問い合わせ、千葉県動物愛護センター、電話 0476-935711。 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金の受付を開始します。地球温暖化防止対策など環境保全のため、住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金を交付しております。補助金額奇数1、住宅用太陽光発電設備、金額1kW あたり2万円、9万円上限、奇数18基。2、家庭用燃料電池システム、金額5万円上限、奇数7基。3、低地用リチウムイオン蓄電システム、金額10万円上限、奇数10基先着順。
1は新築引き渡し完了時に設備が設置されている場合は補助金の対象とはなりません。補助対象者1、住宅用太陽光発電設備未使用品を設置、すでに建築工事が完了し、自ら居住している市内の住宅に令和2年4月1日以降、年度内に設置工事を着手され、受付期限までに設置工事が適正に完了した方。2、家庭用燃料電池システム未使用品を設置。3、低地用リチウムイオン蓄電システム未使用品を設置。令和2年4月1日以降、年度内に設置工事を着手され、受付期限までに設置工事が適正に完了した方。受付期間、6月12日金曜から令和3年3月1日月曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日、12月29日から1月3日を除く。受付方法、補助金交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に環境課へ提出してください。郵送不可。申請書は環境課で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。住宅用太陽光発電設備補助金の交付を受けた方は、1年間使用状況を記録していただきます。詳しくは環境課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。問い合わせ環境課、電話443-1406。6月1日から7日は水道週間です。飲み水を未来につなごう僕たちで。水道週間は水道について理解と関心を深めるため、毎年6月1日から7日に実施しています。貯水槽は正しく管理しましょう。団地やビル、マンションなどの水道水は、水道管から供給された水を一旦受水槽にため、これを屋上などにある高架水槽にポンプで汲み上げてから給水しています。受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽と言い、この設備を設置されている方、管理責任者には水道法により点検や清掃、水質検査などを定期的に行うよう定められています。安全で衛生的な水を供給するため、貯水槽の管理をお願いします。貯水槽の管理方法。1、貯水槽の清掃は専門的な知識、技能がある方が年1回以上行ってください。2、貯水槽の点検は月1回程度実施し、凍結や欠損を発見したときは、速やかに補修、改善をしてください。3、水質検査は常に行い、水質に異常があると思われる場合は、施設利用者などに水道水を飲まないよう周知し、保健所などの専門機関で安全性を確認してください。問い合わせ水道課、電話443-0677。6月の移動交番情報。1日月曜午後、霞朝日店。2日火曜午後、イオン八街店。3日水曜午前、ファミリーマート八街五宝区移転。午後、ひじかいコミュニティセンター。4日木曜午後、ランドローム東吉田店。5日金曜午後、セブンイレブン山田大店。8日月曜
午前、コメリハード&グリーン八幡中央店。午後、一区コミュニティセンター。9日、火曜、午前、イオン八幡店。午後、上伊佐子安らぎの家。10日水曜、午後、南部老人憩いの家。11日木曜、午後、霞朝日店。12日金曜、午後、ファミリーマート八幡五宝区移転。15日月曜、午前、ランドローム東吉田店。午後、セブンイレブン山田台店。16日火曜、午後、ひじかいコミュニティセンター。17日水曜、午後、コメリハード&グリーン八幡中央店。18日木曜、午前、上伊佐子安らぎの家。午後、一区コミュニティセンター。19日金曜、午前、霞朝日店。午後、南部老人憩いの家。22日月曜、午後、ファミリーマート八幡五宝区移転。23日火曜、午後、イオン八幡店。24日水曜、午後、泉台区民センター。25日木曜、午前、セブンイレブン山田台店。午後、富山コミュニティセンター。26日金曜、午前、コメリハード&グリーン八幡中央店。午後、霞朝日店。29日月曜、午後、一区コミュニティセンター。30日火曜、午後、イオン八幡店。午前は午前10時から11時30分。午後は午後2時から3時30分。諸事情により開設できない場合があります。問い合わせ、桜警察署八幡幹部交番、電話 484-0110 内線515。これで5ページ目を終わります。みんなの広場、お知らせ。第9回印旛沼流域再生大賞。印旛沼流域を再生し、恵みの沼を再び取り戻す活動に努力している個人や団体を、印旛沼流域水循環健全化会議が招集します。募集期限7月3日金曜。応募資格、学校、企業、団体、行政、個人などのすべての活動主体が対象で、次選他選は問いません。招集の対象となる活動分野、水環境の保全、再生、流域の自然環境の保全・再生、水資源の保全・活用、水防災・水文化、環境学習、普及啓発、調査研究、技術開発を含む。招集方法、招集状を授与し、ウェブサイトや、印旛沼流域水循環健全化会議に関連した会議、県民の方が参加するイベントなどで広く PR します。問い合わせ、千葉県河川環境課企画班、電話223-3155。八幡駅北口開催中止のお知らせ。
八幡駅北口1を6月14日日曜に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。問い合わせ、八幡未来岡田、電話443-4359。内麦、塩漠などの緑脂、種子の申請受付。市では有害線虫類の抑制や病害、除草、防除などの土壌改良効果、春先の砂ぼこり、抑制対象として、内麦、塩漠などの緑脂作物を市内農地に作付けされる市内農家の方に、半収量の一部を助成します。対象種子、補助数量、10R あたり 2kg、内麦、塩漠、小麦、ヘアリベッチ、10R あたり 1kg、白からし、自己所有面積を超えた申請はできません。予定数量を超えた場合は、補助数量を調整します。不足分は自己負担です。申し込み期限、7月17日金曜。問い合わせ、農政課、443-1402。新しい生活様式を取り入れましょう。新型コロナウイルスと共存しつつ、社会経済活動を行っていくためには、感染拡大を予防する新しい生活様式の取り組みを定着することが重要です。厚生労働省が示した実践例を日常生活の中に取り入れましょう。1、一人一人の基本的感染対象。感染防止の3つの基本。身体的距離の確保。2. マスクの着用。3. 手洗い。人との距離は、間隔は、できるだけ2メートル、最低1メートル空ける。遊びに行くなら、室内より、屋外を選ぶ。会話をする際は、可能な限り、真正面を避ける。外出時、屋内にいるときや会話をするときだけは、するときは症状がなくてもマスクやを着用する。家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える。シャワーを浴びる。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う。手指消毒薬の使用も可。高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。移動に関する感染対策。感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。帰省や旅行は控えめに、出張はやむを得ない場合に、発症した時のため、誰とどこで会ったかをメモする。地域の感染状況に注意する。2、日常生活を営む上で、での基本的生活様式。まめに手洗い、手指消毒。咳エチケットの徹底、こまめに換気、身体的距離の確保、3密の回避、密集、密接、密閉。毎朝家族で体温測定、健康チェック、発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養。
3. 日常生活の各場面別の生活様式。買い物、通販も利用。一人または少人数で空いた時間に。電子決済の利用。計画を立てて素早く済ます。サンプルなど展示品への接触は控えめに。レジに並ぶときは前後にスペース。娯楽、スポーツなど、公園は、空いた時間、場所を選ぶ。筋トレやヨガは自宅で動画を活用。ジョギングは少人数で。すれ違うときは距離を取るマナー。予約制を利用してゆったりと。狭い部屋での長居は無用。歌や応援は十分な距離かオンライン。公共交通機関の利用。会話は控えめに。混んでいる時間帯は避けて。徒歩や自転車使用も変容する。食事、持ち帰りや出前、デリバリーも。屋外空間で気持ちよく。大皿は避けて、料理は個々に。対面ではなく横並びで座ろう。料理に集中、おしゃべりは控えめに。お酌、グラスやおちょこの回し飲みは避けて。冠婚葬祭などの親族行事、多人数での会食は避けて。発熱や風邪の症状がある場合は参加しない。4. 働き方の新しいスタイル。テレワークやローテーション勤務。時差通勤でゆったりと。オフィスは広々と。会議はオンライン。名刺交換はオンライン。対面での打ち合わせは換気とマスク。業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成予定です。出典、厚生労働省ホームページ、www.mhl.go.jp/STF/SEISAKUNITSUITE/BU-NYA/0000121431_NEWFESTYLE.html を加工して作成。これで6ページを終わります。7ページ。こんにちは、保健センターです。申し込み問い合わせ健康増進課電話443-1631。新型コロナウイルス感染症についての相談受診の目安。厚生労働省は新たな相談の目安を公表しましたのでお知らせします。帰国者接触者相談センターなどにご相談いただく目安。少なくとも次のいずれかに該当する場合にはすぐにご相談ください。息苦しさ、呼吸困難、強いだるさ、倦怠感、高熱などの強い症状のいずれかがある。高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方や、透析を受けている方、免疫、抑制剤や抗がん剤等を用いている方など、重症化しやすい方が、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。上気以外の方で、
発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている。症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。妊婦の方へ。妊婦の方については、念のため重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者、接触者相談センター等にご相談ください。お子さんがいらっしゃる方へ、小児については小児科医による診察が望ましく、帰国者、接触者相談センターやかかりつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。この目安は国民の皆さんが相談、受診する目安です。これまで通り検査については医師が個別に判断します。医療機関にかかるときのお願い。複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診することはお控えください。医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット、咳やくしゃみをする際にマスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻を押さえるの徹底をお願いします。7月から子宮頸がん検診が始まります。2年に一度の隔年受診です。対象1、平成13年3月31日以前に生まれた女性のうち、令和3年3月31日時点で偶数年齢に該当する方、2. 無料クーポン券対象の方。平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれの女性。集団検診、完全予約制。令和2年度は完全予約制となります。予約受付を6月10日水曜午前9時から開始します。感染症予防のため、受診人数に限りがあります。日時7月1日水曜、6日月曜、11日土曜、27日月曜、28日火曜。6日月曜と28日火曜は保育があります。これは要予約です。集団検診の受付時間についてはお問い合わせください。会場総合保健福祉センター、費用1000円。生活保護受給者は生活保護受給証明書の持参にて負担金を免除します。中国在留邦人支援給付受給者は本人確認証の持参にて負担金を免除します。集団検診は次の該当がある方は受診できません。当日に検温診、発熱がある。強い倦怠感や息苦しさ、感冒症状がある。直近1ヶ月以内に海外渡航歴がある。新型コロナウイルスの患者やその疑いがある方と濃厚接触した恐れがある。マスクまたはマスク代用となるものを着用していない。個別検診予約不要。日時7月1日水曜から令和3年2月27日土曜。沿道内科医院は7月から10月の実施となります。2月は混み合いますので早めの受診をお勧めします。会場沿道内科医院、新八街総合病院、引田クリニック。受診方法、保険証、現住所が明記されているものと問診票を持参して受診してください。費用2000円。他の検査が必要となった場合やご相談がある場合は別途費用がかかります。災害や感染症などで検診を変更・中止とする場合があります。
保健推進員の活動を紹介します。黄色いエプロンが目印の保健推進員は、健康増進課が行う推進員向けの研修会を定期的に受け、そこで学んだ知識や技術を生かして、市民と行政のパイプ役として市の保健活動を地域に伝えたり、市民の健康づくりのための活動を行っています。主な活動内容は、講習会などを開催したり、小さなお子さんがいらっしゃるお母さんが婦人科検診を受けられるように保育も行っています。市民と楽しく交流しながら健康づくりにつながる活動を広めていきたいと考えていますので、見かけた際にはぜひ声をかけてください。今年度15人の保健推進員は、運動、栄養の2つのグループに分かれ、講習会などを実施する予定です。グループごとの講習会開催日程、内容は順次広報などでお知らせしますので、ぜひご利用ください。またこの活動に興味関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。令和2年度調理師試験、日時10月10日土曜、会場千葉大学西千葉キャンパス。受験願書の配布、印旛健康福祉センター、印旛保健所、印旛健康福祉センター、印旛保健所成田支所。受験願書受付期間、期限場所6月29日月曜、千葉県庁健康づくり支援課。問い合わせ、千葉県庁健康づくり支援課、電話 223-2667。 子育て親子の交流の場、親子サロンひまわり、日時月曜から金曜日、午前9時から正午、午後1時から4時、会場総合保健福祉センター3階。スポーツプラザ、日時6月3日水曜、5日金曜、10日水曜、12日金曜、17日水曜、19日金曜、24日水曜、26日金曜、午前9時から午後4時、会場スポーツプラザ2階第1会議室。10日水曜、24日水曜の午前9時から11時30分は、子育て支援サポーターがいます。新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。問い合わせ、子育て支援課、電話 443-1693。 地域包括支援センターからのお知らせ。地域包括支援センターは何をしているところ？高齢者の相談を受け、制度の紹介やサービスにつながる支援の窓口です。こんな時にはお電話ください。また、状況に応じて訪問もします。認知症の介護予防について知りたい。退院後の生活が心配。介護サービスについて知りたいなど、問い合わせ、地域包括支援センター、八幡北中学校区担当、電話 443-1207。 南部地域包括支援センター、八幡中央中八幡南中学校区担当、電話 308-3426。 体を動かす時間を作りましょう。テレビ体操やラジオ体操などを活用しながら、体を動かすことを日課にして、心身の活動を保ちましょう。テレビ体操放映時間、NHK 総合、午後2時55分から、月曜から金曜日。NHK E テレビ、午前6時25分から毎日。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 443-1207。 これで7ページを終わります。8ページ、図書館に行ってみよう。図書館のホームページ、
https://www.libraray.yachimata.chiba.jp 電話番号043-444-4946。図書館からのお知らせ。図書館は6月2日火曜から再開します。開館時間は午前9時から午後5時までとし、毎週水曜日、金曜日に実施している夜間開館は中止とします。新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、6月のイベントはすべて中止とします。お膝で抱っこのお話し会、お話し会、パラダイスシアター。新型コロナウイルス感染症の収束状況によっては、サービス内容などが変更になる場合があります。最新の情報は図書館ホームページも、もしくは図書館へお問い合わせください。今月の休館日、1日、8日、15日、22日、29日、30日、6月の移動図書館ひばり号巡回予定日時、3日、17日、毎月第1、第3水曜日、肘会コミュニティセンター、午後1時40分から2時、えのき戸第二児童公園付近、泉台、午後2時20分から2時40分、藤野台集会所、午後2時50分から3時10分、緑台第一児童公園、午後3時30分から3時50分、4日、18日、毎月第一第三木曜日、二州小学校沖分校、午前10時10分から10時30分、八街市役所、午後0時40分から1時、富山コミュニティセンター、午後1時20分から1時40分、市営住宅徴用団地、午後2時から2時20分、10日24日、毎月第2、第4水曜日、二州小学校、午後1時10分から1時30分、宮の原コミュニティセンター、午後1時50分から2時10分、上伊佐子安らぎの家、午後2時20分から2時40分、吉倉ガーデンタウン、午後3時から3時20分、希望が丘、午後3時40分から4時、11日、25日、毎月第2、第4木曜日、市営住宅ささびき団地、午前9時40分から10時、大やる子供の遊び場、午後1時50分から2時10分、持ち草公民館、午後2時30分から2時50分、朝日区コミュニティセンター、午後3時20分から3時40分、暴風雨など悪天候の時は運行を中止します。夜間及び休日の市税納付、納税相談窓口、日時夜間、6月2日火曜、9日火曜、16日火曜、23日火曜、30日火曜、午後5時15分から8時、休日、6月28日日曜午前8時30分から午後5時、会場納税課、内容市税の納付、納税相談、問い合わせ、納税課、電話 443-1115、 市役所の日曜会長日、今月は6月28日日曜です。市民課、課税課、納税課、国保年金課で業務の一部を取り扱いますのでご利用ください。住民移動が伴う業務、
国民年金業務は取り扱うことができません。今月の納付、市県民税一期。相談コーナー、相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。法律相談弁護士、6月3日水曜、17日水曜午後1時から4時。総合保健福祉センター、受付は先着10人まで。申し込み、電話で相談当日午前8時30分から、社会福祉協議会電話 443-0748。 心配事相談、6月3日水曜、17日水曜午後1時から4時、総合保健福祉センター。問い合わせ、社会福祉協議会電話 443-0748。 司法書士相談、6月9日火曜午後4時から6時、総合保健福祉センター。受付は先着12人まで。最終受付は午後5時30分です。問い合わせ、社会福祉協議会電話 443-0748。 ハローワーク千葉出張相談、6月9日火曜午前9時30分から正午、6月26日金曜午後1時から3時、総合保健福祉センター。生活困窮世帯や一人親家庭などが対象で、各日先着5人まで予約制。申し込み、社会福祉協議会内自立相談支援窓口、電話 312-0766。 気になる子どもの個別相談、6月29日月曜午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター予約制で先着6人まで。申し込み、社会福祉協議会電話 443-0748。 年金相談、6月18日木曜午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター。社会保険労務士が相談、書類の書き方などを含むを受けます。問い合わせ、国保年金課電話 443-1139。 交通事故相談、6月19日金曜午前10時から午後3時、総合保健福祉センター予約制で相談日の2日前までにご連絡ください。申し込み、防災課電話 443-1119。 人権行政相談、6月25日木曜午後1時から4時、総合保健福祉センター。人権擁護委員と行政相談委員が相談を受けます。問い合わせ、総務課電話 443-1113。心の健康相談、6月8日月曜午後2時から4時、総合保健福祉センター予約制。申し込み、障害福祉課電話 443-1649。 弁護士相談、市税滞納者、6月28日日曜午後2時から4時、納税課。受付は先着6人まで。申し込み、納税課窓口または電話 443-1115。 家庭児童相談、毎週月曜から金曜日祝日を除く午前9時30分から午後4時、総合保健福祉センター。電話相談も受け付けます。問い合わせ、子育て支援課
電話 443-1693、 学校教育相談、毎週月水金曜日祝日を除く午前9時から午後3時、八街市教育支援センター電話相談専用ダイヤル、電話 310-5017、 問い合わせ八街市教育支援センター、電話 443-8040。 家庭教育相談、毎週火曜から木曜日祝日を除く午前9時から午後4時、中央公民館内社会教育課、問い合わせ社会教育課、電話 443-1464。 消費生活相談、毎週月曜から金曜日祝日を除く午前9時から正午、午後1時から4時、商工観光課内、問い合わせ八街市消費生活センター、電話 443-9299。 これで8ページ目を終わります。以上で令和2年6月1日発行第854号声の候補八街を終わります。コロナ対策でマスクが必要でありますが、これからの季節暑くなってまいりますので、熱中症にも十分注意をしてお過ごしください。朗読は朗読グループやまびこでお届けいたしました。